オラブエノスタイルです。こんにちは、チョブサラです。ちょっとパンダな。オラブエノスタイルです。待って、ね、本当起きたばっかなの。おはようみんな。オラブエノスタイルです。こんにちは、チョブサラです。ここはすごい美味しいって言われてるラーメン屋なんですけど、まあ、噂だと新宿とかなんかラーメンイベントとかあるじゃないですか。なんかああいうとこで賞を取ったみたいな。わかんない。そう、すごい美味しいみたいなんで食べてみたいと思います。めっちゃ楽しみ。いけるかな。よいしょ。いや、そんな赤いよ。おすすめ。ヤスオさんのおすすめです。エビそば。あー、めっちゃ楽しみ。宮古来て、一番最初に美味しいラーメンどこですかって言ったら、サマー太陽って聞きました。みんな言うんだな。でもラーメン屋少ないもんね。そもそも。そもそも。楽しみ。身の向き方とか。翔さんのおすすめをね、期待して食べるとね、翔さんすごい嫌がるの。いや、前例があるからな。そう、私、辛口みたい。素直なだけだ。そうそうそう、素直。これもエビそばです。はい。ありがとうございます。はい。すごい濃厚な色がつく。エビの殻入れですね。あ、はい。ありがとうございます。めちゃくちゃうまそうです。さてさて。美味しいかな。でもなんか美味しそう、本当に。何これ、ラー油？エビのエキス？食べてみる。黙ってくれって。はい、行きます。うわー、うまそう。行きます。めちゃくちゃうまい。もうエビのエキスがやばい。しかもまあまあ太麺大好き。あー、美味しい。大好きなんで汁全部飲めちゃうね。これ絶対東京にあっても確かに人気そう。全国で賞を取ったって納得いくかも。チャーシュー美味しかった。厚さもちょうどいい。なんかわかる、店によってさ、チャーシュー食べれないとかあるよ。わかる。パサパサチャーシュー大嫌い。あとは逆に油すぎて。本当バランスがいい。背中の切れ目から箸を入れる。背中の切れ目、これか。箸を入れる。おお、すげえ。下手くそ。ああ、美味しい。美味しい。あ、これ大盛りでいけるね。でも美味しいラーメンは罪悪感ない。美味しいと太んない。なんか変にさ、炭水化物食べたくてでも何食べたいか分かんない、いや、カップラーメン食べようっていうあれは脂肪になる。わかる。わかんの。気持ちね。気持ちいい。カロリーゼロだもんね、美味しいのは。そう、これはカロリーゼロ。ここ友達にも勧められる。おー、よかった。ごちそうさまでした。美味しかった。宮古一だね。他回ってないけど。あれ店長かな。なんか福山雅治。新宿のなんかイベント、2018年の全国から集まるイベントで。全国で6位になりました。西日本エリアでいうと1位です。ありがとうございます。めっちゃ美味しかったです。ありがとうございます。2022年11月の5、6、また歌舞伎町行きます。歌舞伎町で第9名博出演します。頑張ってください。皆さん応援してください。食べに来れるよ、みんな。東京の人たちもみんな食べれるよ。本当に美味しかったです。ごちそうさまでした。はい、ぜひ世界一うまいラーメン祭2022、皆さんも行ってみてください。新宿でね、10月6日から11月9日開催予定のイベントとなっております。いいなぁ、いいなぁ、私もラーメン祭行きたい。めちゃくちゃ行きたい。もうラーメン好きにはたまんないよね、このイベント。そうなんで、サマー太陽さんは11月4、5に出場する予定みたいなんで、ぜひ気になる方は食べに来てみてください。
でもわかるけどさ、このイベント行っちゃうとさ、食べたいもん多すぎて困るんだよね、マジで。全部こういうイベントのラーメンさ、制覇したい人いんのかな。やばいよね、もう毎日行かないとさ、無理だよね。しかも1杯900円じゃん。結構するよね、値段も。いやでも多分最強のラーメン好きだったらなんかやってそう。てかやりたい。あとちなみにこのチラシではサマータイヨさん、あの沖縄県産和牛ホルメンっていうのをメインで写真があったから、それしか出さないのかな、もしかしたら。だからさっき私が食べた大絶賛したエビ味噌は食べれないかもしれない。それでもあの気になるって方はぜひ食べてみてください。ホルモンラーメンね、私も食べたんだよ。このチラシには味噌ホルモンって書いてあるけど、お店には塩と醤油しかなかったような気がするんだけど、だからもしかしたらこのイベントでしか食べれないかもしれない。うわーちょっと待って、超羨ましいんだけど。絶対味噌とホルモン合うじゃん。私ホルモン屋さん行くとさ、味噌味食べる人だから。なんか腹減ってきたな。まあ、とにかくサマータイヨさんは本当に美味しかったです。この塩ラーメンもね、さっぱりしつつちゃんと主張してるスープだったんだよ。だからすごいね、私の好きな味だった。でこのプルプルホルモンも最高だね。最高でした。まあこのホルモン苦手っていう人はまあ中にはいると思いますけど、大好きな人はめっちゃ好きじゃん。私も好きなのよ。まあ、ただね、これはもう年なんですけど、ホルモン全部食べれませんでした。そう、最後らへんさ、ちょっと言いもたれしちゃってさ、もうこれは仕方ない、年です。はい。まあでもそのラーメンイベントで注文すれば量ってそんな多くないから、ホルモンの油とか苦手っていう人でも、ちょうどいい感じでホルモン食べれると思うんで、ぜひ皆さん食べてみてください。てか私の分まで食べて、味噌ホルモン。絶対メニューになかったもん。はい。まあエビ味噌がうまかったんで、きっとホル味噌もうまいだろう。沖縄産の、和牛ホルモンを使ってるみたいなんで、もう沖縄の味をね、新宿でも楽しんでみてください。でね、エビ味噌を食べたいって方がいればぜひ宮古まで来て食べてみてください。ごちそうさまでした。めちゃくちゃ美味しかったです。やっぱり個人的にエビ味噌がすごい美味しかった。そうだからね、エビ味噌食べてほしいです。で塩ホルモンも美味しかったけど、美味しかったです。でもホルモンちょっと胃もたれしたわ最後。でも普通にうまかったです。やっぱサマータイヨ美味しいの、すごいわかります。また来よう。住んでるうちは多分何回か来るわ。エビ味噌食べに行きます。はい、ということで今回も動画見てくださってありがとうございます。次回の動画も見てくれたら嬉しいです。あ、眠い。ということでまたね、アディオー。